Okay.
画用空間、こっからだぜ画用空間、一発目とどめ。
気を引き締めていくわよ。すみません。体調が悪いので本日の作業を休ませてもらえないでしょうか。そうか。では無理をせず休め。他の者には私から伝えておこう。ありがとうございます。 本当にみんな楽しそうに働いてる。レナ兵も見張ってるっていうより守ってるみたいだぜ。どうして？どうしたらこんな。
そこのお前、オルブス・カラグリアのアルフェンとその仲間だな。エリデメナンシア近衛兵団のキサラだ。キサラだけ？ということはダナ人か。そうだ。何か問題でも？近衛って、メナンシアのスルドはダナ人に自分を守らせているの。この国ではダナの近衛兵は別に珍しくない。皆自ら志願してついている。これは本物っぽいぜ、アルフェン。どうして？たった7年だよ。悔しくないの？人が人らしく生きる機会を与えられて感謝するなというのか。はっきり言うが、私はティオハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。それを侮辱されるいわれはない。マイ、お前たちにティオハリム様がお会いになりたいそうだ。私はそれを伝えに来た。ここのスルドが俺たちに？そうだ、アウテリーナ宮殿でお待ちだ。念のため言うが、強制ではない。返答は？わかった、受けよう。では私は先に行って伝えよう。あまり待たせないよう願う。一つ聞きたい。この先は何があるんだ？一般のダナ人が働く採石場だ。それだけ？一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々近衛も立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとはどういうつもりだろうな。罠かもしれないよ。私たちが来たことが知られている以上、今さら忍び込むこともできない。行くべきよ。ねえ、本当に行くの？罠だったら。そんなこと言ったって今さら行かないわけにいかないだろ。ローの言う通りだ。心配はわかるが、覚悟を決めよう。あのキサラって女、スルドに仕えることに誇りを持ってるって言ってたな。それってレナに支配されてるってことじゃない？奴隷とどう違うの？レナはもともと実力主義の社会よ。上位にある者が支配するのはレナにとって当たり前のことだわ。どういう形であれ、レナがダナを支配している状況はここでも変わらないんだな。仕える相手が尊敬できる相手だと心構えも変わるもんかね。そんなの絶対騙されてるんだよ、決まってる。確かに彼女の忠誠は強制されたものには見えなかった。だがカラグリアでもダナは奴隷として支配を受け入れていた。本心からの忠誠だとして、それが自発的なのか強いられた結果なのか、どうすればわかるんだ？まあとにかくスルドに会ってみようぜ。それでわかることもあるだろう。そうだな、宮殿に行こう。敵の気配はないな。やっぱり理解できないよ。散々ひどい目に遭わされてきたのに、ほんの何年か優しくされただけであんな。俺もそう思うけどさ、そうするだけの理由があったってことじゃないか。300年分の恨みより上の理由ってどんな理由？300年虐げられてきたからこそ、ティオハリムが救い主に見えたのかもしれないな。ちょっと、アルフェンまでどっちの味方なのよ。落ち着けよ。俺が言いたかったのは、ただ思い込みだけで動くとろくなことがないってだけだ。やっぱり理解できない。宮殿はあの町の奥にそびえる建物で、危険があると思うか？あってもなくても行くことに変わりはないわ。
風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。おい、どうした？なんてこった。あ、くそ、わかった。ズーグルどもは何だって農具なんかにちょっかい出すんだ。さあな、とにかくこれ以上被害が広がらないうちに何とかしよう。ところで、なんでさっきから体のあちこちを見てるんだ。え、いや、何でもない、気にしないでくれ。次は無事か？濡れたくらいじゃ問題ないわよ。今日も俺の拳は絶好じゃ。言われてたのはあいつか。何かに使えそうだな。いたよ。
やつが。これぐらいの相手なら問題ないな。あれが例の相手みたい。よし、農具に悪さしてたズーグルはこれで全部だな。はあ、よかった。おいおい、気持ちはわかるけど、さすがにホッとしすぎじゃね。ん？ああ、そうか、そうだな。楽勝だったね、フルル。なんつうか、過ごしやすい国だな。生き物や植物も豊かね。な、うまいもんいっぱいありそうだよな。あ、私、リメル、ちょっと話そう。ウルル、何かあったら呼んでね。今日もよろしくね。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。おう。あ、やったぜ。おお、風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。やあ、
ずいぶんこれ見よがしだな。やっぱり罠なんじゃ。お連れしました。ご苦労、キサラ。君が噂の解放者、カラグリアの炎の剣か。なるほど、興味深い装いをしている。申し遅れた。このエリデ・メナンシアのスルド、テュオハリム・イルル・ケリサ。レナのスルド、正体を知った上でなぜ俺たちを招く。いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。君たちは私を倒しに来たのだろう。だとしたらどうする。ここで戦うのか。その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか。兵士の気晴らしに殺される者、区役に会えがいないはずだ。ただの一人。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。見上げた大胆さだが私には通じない。いたずらに対する罰は必要か。アルフェン。ほう、まあいい。食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、閣下。客人をご案内差し上げてくれ。かしこまりました。また考えなしに怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの。それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配。いや、よくわからないけど、なんていうか。レナの味付けが口に合わなかったと見える。残念だな。エリスグリの珍味を取り寄せさせたのだが、今宵の出会いに。
なぜあんたはダナ人を解放したんだ。その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係、私がやったのはそういうことだ。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。労働を担っているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存、ダナとレナの共存。スルドブリガはそれで勝てるとは思えないけど。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよスルドブリガは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。よせ、勝負はもう、よせ。スルドに選ばれるのに本人の意思は関係ない。だが王は違う。ならばそこまで付き合う必要はあるまい。それでスルド同士の争いから降りたというのか。王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセスすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り、スルドを二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ。いや結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザルク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。宿は手配しておく。町の通りを進めばすぐそれと知れよ。今宵はそこで一泊し、明日早々に立ち去るがよい。しかし豪華な建物だよな。
部屋だけでいくつあるんだ。ちょっと気を抜き、次もう少し警戒してよ。この後に及んで襲ってくるとは思えないけど。カラグリアの炎の剣か。そういやガナベルトもアルフェンのことそう呼んでたな。うん、レナの間ですっかり有名になってるみたい。正直いい気分じゃないな。なんでだ。それだけ奴らにとって脅威だってことだな。胸張っていいんじゃないのか。かっこいいし。そんな単純な話でもないんだよ、きっと。その分狙われるかもしれないんだし。いや、そういう意味でもないんだ。え？あの呼び名には俺じゃない何かが付きまとっている感じがする。自分のことという気がしないし、そう思っちゃいけない気がするんだ。うまく言えないが。はあ、俺は単純にすげえって思うけどな。
ミハグサールってなんだ。五稜の一つよ。そこと取引をしていたみたいね。